しょ。さてと、ひねちゃんと来ちゃいました。ね。今晩この格好でいます。まだひねそってないの？黒い格好やったら目立つよね。あ、そうそう、うちと交際していた男の子がね、なんかの、スピリチュアル系かな。で、主は、なぜか、口の周りが黒くなっていた。で、そのうちが交際してるやつ、だから俺やと思う。ひげぼんは、そうなんだ、すごい。もう読んだ。話しちゃう。ちゃんと知ってたよ、自分が何か、その時はすでにな。で、その、交際してただけやからな。ね。デートしてただけやから。デート以上のことはしてない。要するに、ベッドインはしてない。その人の、住んでたワンルームのベッドの上で喋ってただけ。その人は延々自分の描いたイラストをうちに見せてくれて、そのイラストがどういう宇宙の人物かって説明してくれはった。面白い人だったよ。海洋の人たちにも、褒められたって言ってたよ。あ、そっちからあいつかって。しまった、余計なこと言っちゃった。それあったった。それいいとして、なんかその濡れ場はなかったから心配しなくていい。摩擦したらあかんねん。結局その人のことな。そらコロッケのおじいちゃんもさ、おじいちゃんで、コロッケさんもそうやね。な、コロッケ先生ちゃう方な。紛らわしいやろ。だから、ダメだろ。男なんてやろ。なぜか嫌なのよ。ねえ、もちろん我慢して。な、姉さんの絵と、ちゃんとそのな、わかるでしょ何が、これ、何もつけてないから、どうでしょうないからね。ね、ちゃんとその、どういったの？あるの知ってるよ、みんな。うん、うん。それにして、結局、その、パクトラオっていう人が絡んできたのか。あれ、加藤和也やねんけどな。いや、見せて。なる人呼ばわりしたと思う。あれ、加藤和也やねん。パクトラオは。やろあいつらしつこいげやねんとそれはいいとしてな結局そのあっちの IC って言ってくれた IQ かな知能指数のとことかめっちゃ絡んどったやろで結局そのじゃその時そのことに関してみんなさっき説明したよその知能指数の3とか言われても別にとかで職人とか芸術家とか作れなあかんし知能指数なんかより知能指数はなんかそんな、文系的な順位決まるんですかって決まりませんし。研究者としての能力、知能指数高い方が発明しますかってそうでもないし。まあ、日本の文明っていうのはな、知能指数なんかほとんど関係ないね。結果主義だから。工業的な結果主義だから。歌手もそうでしょ知能指数高い方が売れるのでも知能指数で順番つけなしゃあないタイプの文明もあんねん。それが中国や韓国って言ってるわけな。北朝鮮の。なんでそんなんで順位つけんのか不思議やろうん、そうやねんと競争があるのが嫌なんちゃう知能指数やっても競争せんのすごくあるし基本的に競争嫌いなんちゃう日本以外の東アジアじゃん、実は。日本めっちゃ競争好きやん。日本人めっちゃ競争好きやねん、実は。てか喧嘩好きやねん。ただ俺がどっとっとっとテンション上がってくやろだからあかんねん。だから、あかんねん。男なあ、うんって。スライとして。で、だから、うちの知能指数について基本なんですよ。例えば、それやったら、あえて言えば、第一次産業なぜ言うたら、林業とか農業とか漁業それか、まあ、猟友会その人たちの、その、知能指数分布どがつくも失礼だし、今回だよ。だけどな、うちそれ知ったとしたら、その情報。知識じゃないやろ、うちに関しては。いきなり、もう技術か技能っていうか、知識的技能あ、じゃあ、技能的知、技術的知識技術知識か。で、技術知識であり、知識的技能やろ何のことかって、そのデータ分かっちゃったら、それ、速攻ですぐ使えるような、うちは家柄というよりかも、今の立場ね。例えば政治関係者。めっちゃ役立つよ。いきなり役立つやろ
で、その情報を得たら、即使えるような物差しは、もっとそんな即使える人たちおるよ。もちろん、古谷先生とかな。だけど、うちかって、それなりに速攻で使えるような物差しは持ってるわけやんか。ところが、ネット住民の人たち持ってへんやん。それやったら、ネット住民の人たちが面白がる哀愁、哀愁ちゃうわ。哀愁の違い。哀愁デートじゃなくて、それやったら、な、その、野口五郎とか。野口五郎と、じゃあ、野村よしよ。で、哀愁で考えたら、でも哀愁デートは、田原俊彦やろ？興味ない？こんなの。だから、で、気まぐれバージンロードとかどう思うの？興味ないやろ？人によって興味全然違うやろ？今時たまごっちで説明するやつがおらんやろ？しかもやったことないの、あれ。でもめっちゃ憧れてる。だけど、その時、めっちゃ忙しくなってね、うわぁ、面白そうなやったけど、我慢しよう、我慢しようって。卵つけ、我慢しようって。あれやったらきっと気になるわ。一緒にすっごい努力して、あれ我慢しようって。だから、すっごい頑張って、ついにやったことないから、卵っちを。プレイしたことないから。だから、きっとこんなんやろなって想像しながら、卵っちってきっとこんなんやろなって、うちで勝手に作り上げた、もうそれぴったりの人物を持って、もうすごくさ、極悪親父っちとかね、見せぼっちとかね。じゃあ、わかるやろ、人と人違うってこと。じゃあみんな興味あるのよとした政治家、与党と野党の IQ の違いとか、その安倍さんと石破さんの IQ の違い。それ興味あるやろ。でもそれ、じゃあどうやって使うんですかって。それ使う物差しって何なんですかって。じゃあ、まあ、とりあえずわからんから悪口に使ってみようかと。その程度やろ。なんその程度かどうか知らんけど、でも基本的に悪口の技能を使うんやろ。でもうちじゃ、例えば一次産業の IQ の違う分知った時点で、悪口として使わへんやろ。第一、そんな悪口として使う、悪口として使って許されるわけないやん。使いたくもないし、使う必要もないし。あ、それはうちの親戚は、喫緊のまだ使ってる。喫緊の親戚、喫緊じゃ、喫緊な。うちの親戚。まあ、その漁師、あの、海のな、海の漁師が、漁村の農家なんかであるからな。で、もう今やもう漁友会的な人たちも、海の漁師の方が親戚に多いやんか。な、海でやってたら。だからこっちでやってるな。母方も、その、阿波八幡山から降りてきて、まあ、血が、血がつながってるとか、母の血で生まれてるけど、遺伝子は母の遺伝子なのよ。うちの母、平家の母じゃなくて、佐藤の母だからね。で、バカにするために使うんじゃないやんか、そういうのな、血の実のデータ分かっても。な、大地は違う、あの時、パクトラをすなわち加藤和明、おじに対して繰り広げた話でも、その前に加藤和明、すなわちパクトラを、おじって知らんけど、おじっていうか、あすかの養父やけどが仕掛けた。まあ親戚やから、もうおじさんって言ったらいいんだけど。だから、花宗太郎から見たら、はるか関係ないおじやんか。加藤和明やな。でしょ。で、結局、そもそも花IQなんて冗談やった。冗談ってか、実はやで。実はけど、さあ、何の根拠も、根拠ちゃうわ。220の根拠が、芽生え会っていう人たちの、もう推定でしか過ぎないし。で、それよりも面白いのは、一番面白いのは、その、いたずら書き、落書きしてたことでしょ、回答用紙に。その落書きが、これは血の指数低いんではなくてって、名前から言っておっしゃったことと、結局一番面白いのは、やっぱり、どっちかというと、母が、母の裁定により、うちの血の指数が、兄を超えてたらまずいから、190以下にしてください。じゃあ、回答した分だけで算出するしかないですけど、それなら160です。それでいいです、母が。そんな部分が一番面白いやろ。めっちゃ素晴らしい家族と思わへん、うち。